さっきのは教師用マニュアル、そして次のはテキストからの引用です。コースがずっと同じことを語っていることを分かってほしいの。テキストからワークブック、そしてマニュアルを通じて、コースの教えは非常に非二元的で一貫しています。それが真実であるなら、確かに真実なんだけど、正しい解釈の仕方はたった一つしかないことを意味しているのよ。テキストの中で、 J は言っています見かけは欺かれたがっている心を欺くだけだ。あなた方はシンプルな選択をすることができるし、それによって永遠に欺きからはるかに遠く離れた場所に行くことができる。そのシンプルな選択とは許しであり、それは使用も含めて全てに当てはまることです。ワークブックのこんな言葉について考えてごらんなさい。 あなた方は死とは体のものであると考える。しかし、それは思考で、物質的に見えるものとは無関係である。思考は心の中にあり、それから心が指図するように適用される。しかし、変化を起こそうとするなら、変えるべきはその根源である。考えは源、ソースを離れない。 コースがこの考え方を強調するのは、それがあなた方自身についての心を変えようとする試みの中心だからである。それがあなた方が癒されうる理由である。それが癒しの原因である。それがあなた方はなぜ死ぬことがあり得ないかというゆえんである。その真実が神と一つであるあなた方を確立する。 そして彼は次の説の初めにこう言ってるわ。死とはあなた方が創造者から離れたという思考である。同じワークブックのレッスンの後の方で J は死ぬように見えるのは心が眠っている印に過ぎないと言っています。それからその少し後にその形は変わるかもしれない。違うもののように見えるかもしれない。しかし、 目覚めていようとも眠っていようとも心は心であるそれからもう一つ同じレッスンから心の形についての言葉を引用するわねそれはしばらく眠っているように見えるだけであるそれは時間を夢見るその合間の時間そこでは起こったように見えることは決して起こっておらず起こったように見える変化に実態はなく 全ての出来事はどこにもない心が目覚めた時それは相変わらずかつてあった通りであり続けるすると本当は全て夢に過ぎなくてエゴを解体して目覚めれば僕らは決して我が家を離れなかったという体験をするそういうことかなそれからついに体を脱ぎ捨ててもう戻る必要がなくなった時神と一つの存在であるという体験が 僕たちの永遠の現実となってそれは決して病むことがないその通りだよ君それから覚えておくんだな目覚めるというのは完璧に目覚めることだ眠るというのは眠ること自分が生きていると夢見ようと死んでいると夢見ようとそんなことはどうでもいいどっちも真実じゃないからねコースではこう言っている 死への退却は葛藤の終わりではない楽な逃げ道ってないんだな許しを実践しなくてはならないんだねさもなければレッスンを終えて決定的に目覚めるまでは戻ってくる夢を見続けるってことだねうんそうださて訪問も終わりに近づいたから死についての議論を完了させよう死は体の中の生命と同じく リアルではははななないいいことをはっきりさせなくてはいけないどちらも真実ではない。本当の生命はトータルであり永遠だ。コースが言っているように死にかけているものの一部がそれから離れるという奇妙な信念それは愛情深い神を主張するものでも信頼のいかなる基盤を再確立するものでもない。とすると一部の人が死後も続く魂。 って考えているものは、本当は一見離れ離れに見える心なんだなそれは優れた観察だしとても仏教的だね本物の精霊はトータルで永遠だそれが君たちの不死の現実だよだから死や合間の性を含めて何が起こっているように見えようとも選択肢は2つしかないというのが真実だ1つは 神と共にある現実で、一つはそれ以外だ。そして、君がするべきことは、心を使って、神とそれ以外のどちらかを選択することなんだよ。テキストを読んでくれてありがとう。さて、立ち去る前に、J が死について語ったことを教えてあげましょうね。まず私が始めて、その後にアーテンが加わるわ。これは。 死が醜い頭を持たげるたびにどう選択すべきかをしっかりとあなたの心に植え付けるためなのよ。夢の英雄はいつでも自分の物語を終わらせなければならない。それが物語というものだからよ。もちろんあなたがすべての形に対する信念に終止符を打つまでは英雄は別の形で戻ってくるでしょう。許しなさい、兄弟よ。そうすれば もう英語の死の夢に、用はなくなります。ありのままを見て、暴露し、そして許せば、あなたは自由になります。J が言っている言葉をお聞きなさい。死は中心的な夢で、そこからすべての幻想が発する。生命が生まれ、年をとり、活力を失い、最後には死ぬと考えるのは狂気ではないか。 この問いかけは前にもしたが今度はもっと注意深く考える必要があるすべてのものが死ぬために生まれるというのはこの世界に定着した変わらぬ信念だこれは自然の在り方とみなされ問われることなく自然な生命の法則として受け入れられている循環変化不確実性頼りにならず安定せず ある道筋を通って、あるやり方で満ちたり欠けたりする。この全てが神の意志とされている。そして誰も恵み深い創造者がそのようなことをするだろうかと問わない。死の現実は神の息子が体であるという信念にしっかりと根を下ろしている。もし神が体を作り出したのなら死は確かにリアルだ。そうであれば、 神はは愛ではないだろう神がこの宇宙を創造したという認識では彼を愛と考えることは不可能だろうすべてのものが過ぎ去りちりと失望と絶望に終わることを運命づけるものが恐れられずにいるだろうか彼はあなた方の小さな生命に糸をつけて握り後悔も気遣いもなしにいつでも今日にでも その意図を断ち切ろうとする。たとえしばらく待ってくれても終わりは確実だ。そのような神を愛する者は愛を知らない。なぜなら生命がリアルであることを否定しているから。死が生命の象徴となっている。その世界は今や戦場であり、矛盾が支配し相反する者が終わりのない戦いを繰り広げている。 死があるところに平和は不可能である死は神への恐れの象徴であるその考えの中で彼の愛は覆い隠されそれが太陽を隠す遮蔽物のように目覚めを妨げているその象徴の残酷さはそれが神と共存し得るはずがないことを示すに十分である それには破壊の中に安置される神の息子のイメージがありその廃墟には彼を待ち構え彼を壊すことでしばらくは流らえる虫どもがいるしかしその虫どももまた確実に破壊されることを運命づけられているこうして全てのものが死のために生きている弱肉強食が自然な生命の法則である神は狂気である 恐怖だけがリアルであるこれでわかるとおり J はこの世界の真の性質を包み隠していないしもし神が本当にその責任者だとすればそこから神についてどんなことがわかるかも教えているんだよ素晴らしいそのテーマで歌が作れるかもしれないないや真面目な話僕にもよく分かったよそのようね心穏やかではいられないけれど これは真実よ弱肉強食が自然な生命の法則であるという言葉で思い出したんだけどあなたは菜食主義者ではなかったわねそうでしょうん違うよ僕は神の秘蔵物の全てにはそれぞれ居場所があると信じてるんだまあ大抵はマッシュポテトの隣にねそれはそれでいいのよ兄弟それをリアルにしなければね他のこともそうだけど 彩色主義が愛のの場所からの行動で愛の表現なら美しいことでです。彩色主義でない他人を間違っていると決めつけるための行動ならそれは心を閉じ込めるでしょうこんなことを言うのはあなたが大勢の彩色主義者に会うからでその人たちにちゃんとした視点を持ってもらうのはいいことだと思うからよということで君にはしばらく一人でこういうことを考えてもらおう それに次の本の題名も考えたいだろうからね。今度は君に題名をつけさせてあげるよ。前回は最初の訪問の時にパーサが話し出してから4節目でもう題名が出ていた。君が気づくのには何年もかかったけどね。今回は君に選ばせてあげよう。そりゃ嬉しいな。ありがとう。それから読書の宿題を忘れないように。 これから2ヶ月あなたが公園で壇上に立つ前に考えると役に立つコースの言葉を教えてあげましょう。あなたは頑張って許しの実践をしているわ。この言葉はその進歩をさらに加速させてくれるでしょう。ところで次に私たちが戻ってくるまでにとってもびっくりすることが起こるわ。楽しみにしていてね。それはいいことかな。嬉しいびっくりなら大好きだ。ええ。 もちろん嬉しいことよ。それが起こったら私の言葉の意味がわかるわ。これから2ヶ月のうちに起こります。あなたがテキサスから戻ったらまた会いましょうね。元気でね。そして聴衆の前に立つ前に1、2分、次の言葉を考えてごらんなさい。あなたの体験が変わるでしょうから。神が想像したままでいる私は自分が抱くあらゆる世界像から 世界を解き放つこの世界はリアルではなく私はリアルであり私は自分自身の現実を知るだろうそれからアーテンとパーサは精霊に戻り僕は彼らの言葉を何時間も考えたそれからパーサが言ったびっくりすることとは何だろうと予想したそれが現実になった時漠然とした予告は 少しもその価値を損ないはしなかった。何しろ僕は未だにそれが信じられないくらいなのだから。